どうも、お昼にマック食べ太郎です。もしくはマック食べ蔵です。いや、散歩がてらね、お昼のマックをね、家族みんなで買いに行ったんですよね。そしたら途中でね、嫁さんがね、米買ってくって言ってさ、私のリュックに米が積まされたわけなんです。で、マック買って帰ろうと思ったら子供寝ちゃってさ、子供おんぶなわけですよ。合計20キロを背負って帰ってきたマック食べ太郎です。ちなみに飲んでるのは私の大好きなストロベリーマッキーシェーキです。せいせい、うまいよね。このまま初めてのハッピーセットに大喜びでした。というわけで今日の動画なんですけれども、海外でですね、 PS5 Pro の内部資料と思わしき文書が流出しているということで、もう大盛り上がりとなっております。ということでですね、その文書に記載されていた内容をまとめてみました。なるべくわかりやすいように噛み砕いてお話ししていきたいと思います。そして、その流出した文書の信憑性はどうなのっていう話や、そもそも PS5 Pro いるのかとか、そういうお話なども後半にしていこうと思います。興味ある方はぜひこの内容の話題に参加してみてください。ちょっと待って、電気つけたの？ピカ、あんま変わんない？ピント合ってる今日？大丈夫？まあでも、ピントぼかしとくぐらいの方がいいよね。俺の顔なんかさ、やかましいわ。ではですね、サクサクいきましょう。小難しい内容は飛ばします。まずですね、コードネームはトリニティ。それに関しては以前から言われておりましたよね。マトリックスの登場人物のコードネームが付けられてるってよく言われてましたよね。 PS4 の時がネオだっけ、 PSVR がね、プロジェクトモーフィアスだったっけ。話戻しましょう。トリニティは PS5 のハイエンドバージョンとなっていると、その文書には記載されておりまして、発売後は市場に2種類の PS5 が出回ることになるとも記載されておりました。すなわち通常のスタンダードな PS5 と PS5 Pro が両方出回るということですね。ゲームは PS5 でも PS5 Pro でも対応。現状のゲームはどっちのハードに入れても動くよっていう PS4 Pro の時と同じシステムですよっていう話です。トリニティは既存の PS5 タイトルをより高いパフォーマンスにすることができるとのことです。どういう風に高めてくれるかというと、より高い解像度、そしてより高いフレームレート。ローンチ後は両機種のデイワンタイトルがリリースされるとも記載されておりました。まあ、これはすなわち PS Pro でだけしか動作しないみたいなゲームはないっていうことなんだと思います。まあ、なのでさっきも同じこと言いましたけど、 PS4 Pro の時と同じようなシステムですよね。じゃあスペックについてなんですが、その辺もですね、文書に記載がありまして、60TFLOPS of 16bit floating point と書かれておりました。これがすなわちですね、 33.5TFLOPS っていうことらしいんです。現在の PS5 は 10.3TFLOPS なので、 GPU の性能だけでいうと3倍ぐらいになってくるということですね。そして、GPU パフォーマンスとしてはさらにレンダリングの速度がですね、従来の PS5 よりも 45% 高速化されるんだそうです。手元に100万円があるとしたならば、145万円になって帰ってきたみたいな感じですかね。この例えいらねえか。そしてよりパワフルなレイトレーシングアーキテクチャがあるとのことです。レイトレーシングに関しては従来の PS5 に比べると2倍から3倍高速化するんだそうです。テストの内容では最大で4倍高速化したっていう例もあるというふうにも記載されておりました。そしてですね、 PS5 Pro トリニティにはパワフルな機械学習のアーキテクチャが搭載されるということです。300TOPS の 8bit 計算をサポートするとのことです。いや、まあこの辺ちょっとよくわからなくなってきますよね。PS5 スペシャルスーパーレゾリューション、略して PSSR ということなんだそうですけど、要はね、 DLSS とか AMD の FSR とよく似ている感じなんだそうです。解像度を高めてくれたり、アンチエイリアスとかをより綺麗にしてくれたりっていう、ゲームって高い解像度で映そうと思うとすごい処理が必要になってくるので、フレームレートが上がらなかったりカクカクしちゃったりするんですよね。なので低い解像度で映し出したものを解像度高くこう変えてくれるみたいな、そういうシステムがあったりするんですけど、まあ、そういったものが、搭載されるということなんだそうです。1080p の解像度のものを2160p に移し替えるのに2ミリセカンドでできるだそうです。将来のバージョンでは最大 8K の解像度サポートが予定されているんだそうです。
まあ、っていうようなところが主な内容となっておりました。まあ、もうちょっと簡単に噛み砕いて言うと、解像度上げてなおかつフレームレート上げてくれるっていうような感じだと思いますが、 GPU の性能が上がってくるっていうことはもうちょっといい点があると思うんですが、例えば今ファイナルファンタジー7リバースとか遊んでて、極端に解像度の低いアセットがあちこちにあったりするみたいなの気になったりする人も中にはいると思うんです。でああいうのって全てのアセットの解像度上げすぎちゃうとマシンパワーがすごい必要になっちゃうわけですよね。だからあえてこう解像度とか落としたり、アセットの品質をちょっと落としてるものとかっていうのを埋め込んでたりするわけですよ。ワールド全体の負荷っていうのをそうやって抑えてたりするんですけれども、 GPU の性能が上がってくるとそういうことをする必要がなくなってくるので、綺麗なままのアセットを置いとくことができたりするわけですよね。もしくはポップイン、遠くの方の景色の草木とかがなんか近寄ったらパッて表示されるみたいな、そういうのとかもなくなったりとかしますよね。置けるオブジェクトの数とかも増えていったりすると、ゲーム内の豪華さっていうのがより上がるんだと思います。まあそれ以外にも様々ないい点っていうのは出てくると思いますけれどもね、高速な移動とかっていうところが演出しやすくなったりとか、まあいろいろあると思いますけれども、まあ現状 PS5 で分かりやすく改善されそうなところがあるとしたらそういったところだとか、あと解像度モードとパフォーマンスモードどちらかを選ばなきゃならないっていう状況ってのはすごく多いと思うんですけれども、その両方を兼ね備えた高解像度で高フレームレートなモードで遊べるようになってくるっていう可能性も非常に高まってくるんじゃないかなっていうところが、この PS5 Pro に期待されているところだと思います。さあというわけで、じゃあこのリーク文書って正しいんですかねっていう話になってきますよね。今回この文章を公開したのはムーアズローイズデッドっていう方なんですよね。ムーアの法則は死んだみたいなね直訳の名前の方なんですが、この人のリークってね必ずしも正しいわけではないみたいです。1ヶ月ちょっとぐらい前にですね、ソニーは PS ビータ2の開発を進めているかもしれないみたいな内容の動画を出してるんですが、その時の動画の情報元もその人だったりしますね。しかしながらですね、海外の方で大いに注目を集めてる理由としては、他の情報筋の方がそのリーク正しいねって言ってるっていうところもあって一気に話題になっているっていう点があります。誰だよその情報正しいねって言ってる人って思うかもしれませんけど、そっちの人はですね、プレイステーションポータルだとか PS5 のイヤホンだとか、その辺の情報を事前に当ててきた人となっております。当ててきたんじゃなくて、その人は内部でなんか情報交換できる人がいるみたいなんですよね。で今回も資料とか公開しないでねっていう約束のもと、なんかそういう情報もらってたりしてたみたいで、情報と一致してるよっていうようなことを言ってるっぽいです。なのでですね、高い確率で本当かもしれませんねといったところです。ただし今言ったリークの情報文書っていうのは現在開発段階にあるものなので、実際に製品化された際にはちょっと変わってくる可能性っていうのも十分に考えられるかなっていうところはご留意くださいと。なんかね PS5 の開発キットはね、ファーストパーティーのスタジオは去年の9月に、そしてサードパーティーのスタジオに関しては今年の1月から開発機が使えるようになっているんだそうです。まあ何やともあれ、これ情報が正しいんだとしたら、じゃあ PS5 Pro の性能って PS5 の3倍になるんですかっていう大げさな話になってくるかもしれませんけど、それはちょっとどうかなって私は思います。GPU に限って言うと3倍なのかもしれないんですけど、まあ、APU で考えた時に、まあ、GPU と CPU が必要なわけで、 CPU の性能がどうなってくるかによってその GPU が 100% 活かせるかどうかって話は別になってきますよね。で結構どっかボトルネックになってそこまで活かしきれないとかっていうことってパソコンだと結構ありますよね。その新しいグラボが出たからといって、なんか CPU まだ新しいの出てないからなんか活かせないよねこのグラボみたいなことって、まあ、往々にあったりしますよね。その辺どうなってくるのかなっていうのは、今回 GPU のその性能を見ただけでは何とも言い切れないところもあると思います。まあ SSD とかまあいろいろあるでしょうか。でこれいくらになるのっていうところですよね。ちなみになんだけれども、 GPU の性能30TFLOPS ぐらいってなると RTX3080 ぐらいになってくるかな。 RTX3080 って今10万ちょっとぐらいかなって考えるといやゲーム機だからもちろん10万とかは超えてこないと思うんですが、
まあ、日本で流通している PS5 が現在7万弱ぐらいっていうことを考えますとですね、まあプラス5000円では済まないじゃないかな、プラス1万円ぐらいいっちゃいそうだよねみたいな気はしてはおります。まあ値段に関してはね、ちょっとこれソニーさんの頑張りにもよるところあると思いますけれども、でも待って、ソニーって今ハードウェアの販売のその利益率ちょっと上げようねっていう形にしていこうとしてる中で PS5 Pro 発売したらどうするんだろうね。これベラボーに高い可能性とかありますよね。なんか海外では799ドルぐらいじゃないかなって言ってる人がいたりもしますし、まあその辺はどうなるかはちょっとわかんないですね。699ドルって言ってる人もいたか。PS5 Pro の性能はそもそも活かせるんですかっていう話ですよね。いや、わかりますよ。まあ、活かせる活かせないで言うと、現状のゲームについて活かせるものは多そうかなと思います。ホライゾン・フォービデン・ウエストや、ゴッド・オブ・オー・ラグナロクなんかは、解像度とフレームレート、どっちを取ろうか悩むようなゲームとなっておりましたよね。ファイナル・ファンタジー7リバースも、グラフィックモードでフレームレート高く出るんであれば、そりゃ嬉しいですよね。まあ、そういう活かし方になってくるかとは思います。ただし、リークの文章の中に書かれていたような 8K 解像度っていうのは今のところ全く意味はないよなって思ってます。っていうか 8K の解像度って従来の PS5 でも一応サポートしてたはずなんですけれども、まあ嘘ですやんそんなゲームないですし、まあ、そもそも 8K のテレビ自体が市場にまだほとんど出回ってんのかな。嘘だ、出回ってる。もうみんな買ってるテレビって 8K なん？嘘や。あ、待って、 8K のテレビでも出回ってきてますね。ありますね。でもみんなテレビで何見てんの？地上波って 4K の放送すらまだほとんどないよね。まあアマプラとかネットフリックスとかかな。まあいずれにせよですね、皆さんが 8K のテレビやモニターを買うっていうような状況になってこないと、 8K のゲームが出たところでまあ意味はないよなっていうところだと思いますので、その辺は未来を見据えた技術っていう感じですよね。いざ 8K になった時に慌てて 8K のゲーム機作ってたんじゃ多分ちょっと遅いんで、まあ今からある程度対応できるようなものを作っておくっていう形が、まあソニーの進化の方向性のやり方なんだろうなっていうのはなんとなく感じますが、まああってもなくても今はあまり関係ない性能になってきてますよね。レイトレーシングがよりパワフルになるっていう点に関しては、これは結構意味があるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただレイトレーシングに対応しているゲーム作りをしていないと意味がないとは思うんですけれども、パソコン版と同時展開してるようなゲームだとレイトレーシング技術対応させてるゲーム結構ありますよね。まあただフレームレート下がっちゃうのであまり使う機会はなかったんですけれども、そういったモードが今後活かせるようになってくるとしたならば大きいですよね。故に PS5 のゲームで現在それに対応していないゲームとかは特に意味はない、恩恵はないかなっていう感じになるかもしれません。今年のホリデーシーズンに発売する予定だというふうにさっき言いましたけれども、 PS5 Pro 出してじゃあゲームはどうするんだろうっていう話になりますよね。と言いますのも、2024年度 SIE は大型ゲームの発売をまだ告知しておりません。それどころか既存タイトルの大型タイトルは2024年度リリース予定なしとされているんですよね。まあ、だからこそ PS5 Pro を出して勝負したいっていうところもあるかもしれませんし、いやこれね、多分なんですけど PS5 Pro と同じタイミングでなんかゲーム出すと思います。 PS5 Pro の発売時期がまだ確定してなくて発表できないから、同時に出すゲームも発表できないんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたね。いやだってほらね、 PS5 Pro 出すんであればその性能をふんだんに活かせるゲームも一緒にやっぱり出したいわけじゃないですか。それ多分蓄えてると思います。ただ既存の大型タイトルではなくてなんか新規 IP なのかもしれませんね。まあアナリストの人たちが言ってたのは、グランドセフトオート6の前にパワフルなマシンを作りたいだろうねソニーはっていうような話がありましたけども、もちろんその狙いもあるんだと思います。海外のゲーム好き人気たちはきっとね、いいグラフィックでグラセフやりたいんだと思います。まあ本気の人たちはね、ハイエンドなゲーミング PC を使うんだと思いますけれども、そんな何十万円もかけてられないよっていう人は PS5 Pro みたいなものは嬉しいのかもしれませんね。いやしかしですね、海外の怒ってる2機もいまして、 PS5 Slim 買ったばっかりなのにちょっと性能が高いだけの PS5 Pro に799ドルも出せるかって言ってる2機もいます。結構いるみたいです。
まあ、そんなわけでですね、 PS5 Pro の、まあ、スペックがね一部流出したっていうのもあって PS5 Pro の話題が一気にこう盛り上がっていたというような感じでした。もうね、出すんならね早く出してほしいです。私としてはもうね、解像度モードとパフォーマンスモードで、あ、どっちにしようって悩むのちょっともうねしんどいので、早く出してほしいです。まあそれなりの値段するのはもう覚悟の上です。まあ高いだろうね、高いだろうけれども、まあね、発売までに一生懸命ちょっと節約してお金を貯めておきたいと思います。というわけで皆さん、この後ちょっとマッキーシェイキ飲み干します。今日の動画はここまで。じゃあね。